あのこれテレビの深夜番組の天神ゴッドタウンという番組なんですけど、もう美女に出てもらうコーナーなんですよ。はあ、OK です、 OK。 やったいいっすよ。うわ、どうもすいません、こんにちは。いや本当にそのマスクでもうほとんどね、今どういう目で見てた、チャブ君。今3度見ぐらいしたよね、こうやって。だから主役食っちゃうのよ、チャブ君。いやこっちが鼻ですよ。そうなりますよ、ね、美人にいっぱい出てもらうコーナー。もちろんもちろん、みんな慣れてくださいね。いやもちろんもちろん、チャブです、よろしくお願いします。フリーでオカマやってますんで。まだだってほとんどここで隠れて、ほとんど目と眉毛しか出てないのに、それで美人ってわかるもんね。オーラがね、いや素晴らしいな。じゃあお名前教えてもらっていいですか。瀬戸みなみです。はい、瀬戸みなみ、芸名みたいですね、またね。みなみちゃんおいくつですか。22歳です。22、学生さんですか。あ、今一応あのパルコで販売しております。あ、そうなんですか。もうね、これたまらん。もう白の水着は反則や。汚れがないです。もうほんと計算高いわ。したたかや。もう自分のポテンシャル勝負でしょ。そう、もう白のビキニ。いやすごい、白だけのビキニってないよ。これ白の無地のビキニなんて綺麗よ。ごまかし効かんのよね。ちなみに何カップですか。 D カップです。あ、あるでしょ。押さえてるでしょ。今押さえてます。押さえてんのよ。押さえてんだ。じゃあもうちょっとこうクックッと。それではみなみちゃん、マスクを取ってください、どうぞ。うわー、かわいい。120点。おかちゃん、やりましょう。おかちゃん、小さいおじさんが頑張ってますよ。小さい黄色いおじさんが。あ、それ、あ、どうもどうも、ようこそ。絶対可愛らしい、綺麗、ね、じゃあお名前教えてもらっていいですか。春菜です。はい、春菜ちゃんはおいくつですか。今年32です。めっちゃ若いね。僕もびっくりしたんですから、お仕事は何関係ですか。 OL です。あ、 OL さんやってるんですか。誰が似てるって言われそうだね。言われますね。誰に、誰言われる。いっぱい言われてるよね。沢尻です。沢尻エリカ来た。あんま上げてないですね。あんまり上げてない。上げてんですか。大体お酒ですね。やっぱお酒好き。いいっすか、見せて。ちょっと見てもいい。やっぱね、その人の人となりが見えるのよ、インスタって。はい、どれがいいかな、一番。どれがお酒。はい、黒霧。シンプルね。男らしい。今日は黒霧島って感じ。飲むぞって感じがしますね。飲む日って感じ。つまみシリーズあります。お酒好きだからね、やるなちゃん。これは。はいはい、焼き鳥ね。わあ、いいね。抹茶色です。全然映えてないです。これ抹茶色、どす黒い。だから女の子、女の子してない感じだね。それでは春菜ちゃん、マスクを取ってください、どうぞ。お願いします。はい、あららら、エリカだ。これはエリカだ。顔ちっちゃいわ。顔ちっちゃい。マスクを取ってください、どうぞ。うわー、120点。それでは綾乃ちゃん、マスクを取ってください、どうぞ。ひー、きれい。マスクを取ってください、どうぞ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。明らかに目立ってる人いるじゃないですか、ほら。あ、全然違う、もう種類違うわ。すごい。じゃあ、うわ、こんにちは。どうも、はじめまして。それじゃあ自己紹介お願いします。20歳です。はい、あゆうって言います。あゆうって言います。あゆう、あゆうちゃんですね。はい、あゆうちゃんは福岡出身ですか。そうです。あ、そうなんです。はい、もう純粋な日本人ですか。
いえ、お父さんがインドネシアの人です。インドネシア。お母さんが日本の方。なんか化粧薄いっすね。そうなんです、慌ててちょっと大丈夫、まだ綺麗よ。もうあのマスカラとリップしかしてなくて、うん、もうやばい、お化けみたいな。でもまたファッションも個性的ですね。本当おしゃれ、今日も可愛い。これなんですか、テーマとかありますか。テーマは、うん、速攻で着替えたっていう。速攻で着替えた、何でそのテーマ。速攻で着替えたがテーマ。速攻で何速攻で着替えたっていうのがテーマね。私のテーマでもある。あ、どういうことですか。目についたものを頭に通さずすぐ切る。なるほど、感じたままね。感じたままに。じゃあ考えないんだ。考えないです。あゆちゃんはモデルさんですか、お仕事。はい、モデルしてます。どういうモデルさんやってるんですか。CM とか PV とかにも出てます。ちなみに PV とか誰のやつとかに出てる。言っていいのかな。いいよ。ヒゲダンディズム。ヒゲダン。曲は何？あの紅白にも今年。プリテンダー？なんだっけ？アイラブ。なんか。でもなんで出ててなんだっけっていうの？アイラブなんて言いかけてはやめてって言って。それに出てるの？はい、7ヶ月前に福岡に帰ってきて、コロナだから実家で今ひそひそしてます。じゃあもうちょっとしたらまた東京の方に帰る？はい、リベンジしたい。そうか。飛んでるな、おい、何これ、どういうこと。どういうことですか、これは。これはイルフェリーノっていう下着 の、うん、あの東京のセレクトショップがあって、うん、それのインフルエンサーにちょっと。ほら、便器にまたがってんだもん、便座にね、座って。これはあの渋谷のパルコがオープンするってことで、それのマガジンをみんなで作った。これは磨いやな、こうやばモデルっぽい。ほら攻めてるよね。うわ、かっこいい。これはめっちゃアップですよ。これどうですか、これどうですか、ほら。そう、ちょっと動画を撮るのが趣味で。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。めちゃかわいい。なんか話してる感じと全然違う。違うんですよね、また、うん、それではあゆちゃん、マスクを取ってください、どうぞ。うわー、めちゃかわいい。めちゃかわいい。それじゃあエリナちゃん、マスクを取ってください、どうぞ。あー綺麗。うわー、また唇が印象的でいいですね。それではヒカルさん、マスクを取ってください、どうぞ。あー、いいですね。うわ、うわ、いい笑顔だな。自然ですね。それでは真渡さん、マスクを取ってください、どうぞ。あー、いいな、いいな、また透き通る白い肌。うわ、綺麗だな。エナちゃん、マスクを取ってください、どうぞ。あー、いいな、かわいいな。はー、かわいいわ。透明感がすごいですね。いや、ほんとそうだな。エマちゃん来た、エマちゃん来ました。わー、はい、サップ、エマちゃん。あー、顔ちっちゃい。顔ちっちゃいな。清純肌。ワンピースが福岡一に似合うんじゃないの。本当、あの汚れを知らない少女って感じがする。もう本当に純粋無垢な笑顔だな。じゃあ自己紹介お願いします。ハローユースっていうアイドルグループに所属しています、田中山です。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、本当やばい、そばに見てこんな顔小さい人おる。え、
今まで僕いろんな芸能人見てきたけど、はい、一番顔小さいよ。すごい。一番小さい。この顔の小ささすごいね。今いくつだったっけ。今21です。21歳、はい、またどうしてアイドルになろうと思ったの。アイドルになろうと思ったきっかけは、うん、小さい時からテレビでアイドルさんとかが出てて羨ましいなって、やっぱりキラキラしてるなって思ったのがきっかけですね。あ、本当。特技とか趣味とかありますか。特技とか趣味、なんか自己紹介でも言うんじゃないですか、そういうの。必殺技がわがままです。必殺技がわがまま、はいはい、あのね、それあの敵にものすごいダメージだね、それは。なんか怖くも系というか、今ちょっと来たね。ちょっと来るね。ちょっと来た。なんか面白かったし、キュンとも来た。必殺技わがままってすごくない？うん、だって夏ですもんです。だって夏ですもん。あ、ちょっともう自体がアイドルっぽいもん。これももちり。これは腹痛。腹痛階段です。おじ、うわ、あ、どこ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 、教えて。この赤が、あ、赤赤赤赤、あら、早い、早いよ、早いよ。ちょっとほらほら、ちょっと止まってて、ほら、ちっちゃいちっちゃい、赤赤赤。うわ、次出てきます。あ、出てきた、かわいい、めっちゃかわいい。うわ、かわいい、うわ、かわいい、みんなかわいい。あれ、あれ、あ、やっぱセンターやん。そうですよ、センターやん。本当だ。で、やっぱ水着も一番派手なやつだね。一番目がいく水着にしてる。ありがとう。それではエマちゃん、マスクを取ってください。どうぞ。あー、かわいらしい。うわ、かわいい。めっちゃ笑顔かわいいよ。うわー。